たね。どうでした？え、よかったんじゃないですか。でもなんかね、なんかそのまあ伸び伸びちゃんとできたような気はするんだけど、うん、やっぱね、前の緊張感がね、いや本当そういいですよね。こんなこと言うのはあれですけど、本当に疲れましたやっぱグーってなるね。そう、本番前ね、本当になんか、うん、その賞レースだけど、うん、一応ワンステなわけじゃん。そうだよ、ワンステとも思えない疲労感だよね。本当そうだよやっぱり緊張感がやっぱちょっと調整しまくってる日の方が絶対疲れてるねそう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 、今日の方が疲れるって何にでもイライラするしね。マジで雨とか、そうそうそう、雨みたいな、遠くの音とかなんかすごい立つんですけども、トップ3に入れたから、うん、見てもらう機会増えて、うん、なんか今年いいんじゃないみたいに言ってもらえることが多くて、うん、それがただただプレッシャーになってる。確かにねちょっとあの動画ちょっとハードル上がってる気するな載せたことによってで、ね、もちろんそれでさ、あの見てくれてなんか、うん、ライブ来ましたとか、うん、いう人もいたの。すごいんですよ、影響力。影響力やっぱすごいし、やばいですよ。絶対トータルで見たらありがたいんだけど、ありがたい本当に、うん、この期間だけちょっとだけあれみたいなありがたいね、嬉しいね。トータルありがたい、トータルありがたいよ、嬉しいよ、うん、でもあーみたいな、なんかそのちょっとニュアンス残す、なんかそのなんていうのかな、なんか一番最高なのは、うん、なんていうのかな、なんか動画上がらず、うん、でも4位でしたって教えてもらうが最高教えられません、それはそれダメです。が最高かもなと思うぐらいだったけど、はい、でもまあ、ね、楽しくいい経験でしたね。そう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 、うん、毎回ちょっとね、あのマネージャーとはなんかどうするんだろうみたいな感じにはなるんですよ。あ、今年どうするんだろうって言って、うん、で、うーんって言ってちょっと時間ください出ますって毎年出るって決まってるんですけどね絶対出るんですけど出るって決めてるんですけど、出ますっていうタイミングがみんなにとってどれだけ重いかっていうその当たり前に出るんですよ、当然簡単に聞かれるし、ね、そのてかもうその何ていうの、最後までなんか粘るっていうか確かに粘ってるんですよ、なんか絶対出るって言うのにね、あいつとか絶対出るんですよ、絶対出るし、うん、出ないわけないんですけど、袋叩きに会いたくないというかなんかそのなんかつまんなかったとかめちゃくちゃ滑ってたとかってなると、やっぱりもう袋叩きに会うのが怖い。そう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 、そのくらいやっぱ注目度の高い大会だから、そうそうだね、うん、やっぱり漫才やってる以上は出るっていうのが、別にね、出ない人も自由なんですよ。なんかちょっと出ない人もいるし、なんかねちょっと今なんかいるトゲはあんまりいないけど、漫才やってる以上はみたいないや違うです、あの出ないのも自由、出るのも自由、いるかもよ、先輩とかも。そう、あ、だから今危ないなと思ったんだそのなんか出ないを、出ないを選ぶのももちろんありだし、うん、だけどまあ、もともとあれですからね、芸人になる前から、うん、なんだこの大会ってなって、うん、憧れの、そのなるきっかけの一つになった大会では絶対あるから、うんうんうん、なんか M1 甲子園で優勝したっていう経験があって、その時の嬉しかった気持ちっていうのはやっぱ、うん、覚えてる感覚があるから、うん、だからっていうのは何にも優勝してないもんね。そう、それ以降ね、優勝からこの辺、うん遠いというか、なんか優勝したいっていうのあるので、やっぱね、それも出るのはそうなんですけど、はい、やっぱり緊張するし、気持ちが持たない結果発表とかも怖い